はいどうもお疲れ様です。即可軸の暗号通貨ニュースです。今回ですね、体のエダがアップデートが終わりまして、コイントレードから連絡が来たんですけども、入出金が再開されましたよってことでございます。えー、体の枝のアップデートに伴い、体の枝の入出金を停止しておりましたが、安定稼働が確認できたため、 2月15日18時より再開しましたというお知らせです。で、それによってですね、価格がどういうふうに変化したのかってことなんですけども、アップデートが終わって、カルダネーダー値段を盛り返しております。今、53円前後ですかね。えー、そして、なおもう上昇中なんで、このままね、60円、70円と伸びていただければいいんですけども、まあ、ただやっぱり需要と供給のバランスありますんでね、カルダネーダーいきなりズバーンと伸びることはあんまり期待できません。まあ、今後もよりその慎重なあ 見見解がね見て取れるんではなないいかなと思いますただやっぱりね40円台をまあ割って30円台に入ることっていうのはもうちょっとないのかなっていうところもあります逆に言うと伸びしろしかないわけですからまたね以前のように1ドルを超えて2ドル3ドルというふうになっていただければなと思うんですけどね、まあ、この辺は単なる希望でしかありませんけども、はい、これからも体の間のいい情報をねどんどん投げていきたいと思いますんでご期待くださいそれでは